うわいやー酔えないぞマジで。え全滅。被害を受けて2日目です。朝気になって来ちゃいました。雨が降っておりますが2ミリ程度です。今日これから、5ミリ6ミリ降ってくるんで雪も溶けてきてくれると思うんですけど、こう万年雪になっちゃいそうですね。入り口のゲートから801キロメーターぐらい歩かないとポンドにたどり着けないんですけど、まあ、視聴者さんから自分のポンドなんだから歩いて当然でしょって言われたんですけど、ここ村の道路なんですよ。村の道路なのに雪かきしてもらえないというなんか仕打ち扱いになっちゃったんですかねこの道。毎日歩くのは意外ときついです。まあ自分家なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、視聴者さんから当たり前だよって言われて、ああまあそうだなと思いましたけど、やってる本人としてはなかなかですね。このまだ小雨の状態で昨日一周ロープを張って川が来てるのか見に行きたいと思います。ちょっとそーっと行かないと、日向のところはね意外と道路溶けてきてくれてるんですけど、日陰はもうねどん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 雪が溜まってしまいます。ちょっとそーっと行かないと川うたちに、この、川が流れてまして、ここにこんもりした山があって、この裏手にねどうもコロニー、いわゆる、川うの巣がありそうな感じです。そっちに飛んで行ってるんで、いつもそこにつがいがいるんじゃないかと思いますが、そこは非常に険しいところで人が立ち入りできるようなところではない崖なんで、結構落差あるんですよね。落差落差200ぐらいあるのかな。この、開花が、キャンプ条件、まあ、ポンドも作ってあるんですけど、向こうに川が流れてます。いやー舐めてましたね。まあ、秋口ぐらいから来なくなったんで、寒くなったら来ないんだな。ここの海田高原はやっぱ海抜標高高いですし寒いんでね、もう動物が生きれないような寒さになってしまうんで、まあ春ぐらいからだろうと思ってたんですけど、ここからの状態だと川う分かんないですね。もうちょっと下を置いてみます。春ぐらいからと思って舐めてたんですけど来ましたね。もうこの春のオープン前からこれやられちゃうとね、先が思いやられるというか、みんな、まあ、YouTuber なんでね、こういうのとかもレポートしてるんですけど、もう視聴者さんとか勝手なことをおっしゃっていただいてありがたいんですけど、まあ、疑似体験としてね、まあ自分が、ど素人で行けようだったらこうなっちゃうよっていうので、僕もだんだん、一つ一つ経験を踏んで成長していきたいと思うんですけども、まあ、失敗ばっかりですよ。まあそれがあると思って始めてるんでしゃあないんですけど、いきなりそんなプロの人たちだってもちろんこういう川上だったりいろんなご苦労、その病気が出ちゃったりいろんなご苦労されてきてるわけで、いきなり完璧にはいかないと思います。ただ悔しいですね。もうめちゃくちゃ可愛がってきた魚さんたちなんで、
道路を下っていきますと、こちらに川が流れております。まあ何川とは言いませんが、今駐車場もこういう状態です。鳥いますね、雨降ってても。山鳥。さあここからです。今年はね、芝生どうしようかなと。もう土ならしはしたんですけど、中途半端に。芝生をこの面積全面張ってるとなると、やっぱ約そうだな、空いてる部分だけで2ヘクタールはあると思うんですけど、芝生はちょっと無理なんで、何年かかるか分かんないし、お金かかるんで、白爪草、外国名でクローバーを植えていきたいと思います。さあここからですね、いなさそうだな。このアルビノだけ目立つの分かりますかね。マーカーとして入れてて、アルビノがもし減ったらなんか害獣が来てるっていうマーカーにしてたんですけど、申し訳ないんですけど、アルビノには、アルビノはね食わねえやつら、なんでか知んないけど、アルビノを避けて食います。やっぱ結構ここまで雨降ってると来ねえか。それか今6時40分ぐらいなんですけど、だいたいこの明け方に普通だったら来てるはずなんで、キャンプエリアもこういうゴミ枝が散らばってしまってて、これ雪解けしたら大掃除ですね。僕が歩いた跡しかありません。あとこの間お客さん来てくれたんですけど、うわ折れてるわ。まず、発芽卵を育ててるところを水量をチェックしに行きます。あそこがね、結構あそこからだけ水もらってるんですけど、詰まっちゃうんですよね。あそこが、日光イワナ育ててて、ね、こっちが大和です。大和の方のパイプは問題ないですね。ゴミ、こっちの第一ポンド、ちょっと魚何匹は残ってたんですけど、秋口いろいろなんやかんやでいなくなっちゃいましたね。数匹残ってますけど、アウトレットも全開にしてます。第2ポンドはあの石がマーカーになってて、あの辺がマックスの数字ってことで、一回水に手を突っ込んだだけでやられますね。さあいつになったら雪が溶けてくれるんでしょうか。もう今から溶けてくれてないとね、ゴールデンウィーク間に合わんぞ。ちょっと魚影チェックですわ。そう、ここのインにね、バーッと魚群でいないといけないんですよ。アルビノしか目立たないけどね、まあ、ちょっと見えんちゅうのもあるけど、アルビノは全部生き残ってます。餌やってみればね、どれぐらい残ってるかなんとなく想定つくんですけど、これが昨日張り巡らしたロープです。トラロープ、一応話では養殖屋の親父さん言ってたんですけど、飛行経路、あっち側の谷が空いてるんで、あっちに飛んでいくぞって言われて、もしくはこっちもあるんですけど、こっちとこっちの面とかこっちは障害物があるんで降りてこないということで、あそこに、パネルのようなものを置かないといけないぞって言われながらやってなくて、昨日やっとやりましたけど、あそこ1本張っててもね、
まあ、こう飛んでくるかもしれないし、まあ、飛びにくくはなってると思うんですけど、どうなんでしょうかね。ちょっと餌やってみましょうかね。でこのロープをね、外す作業がね、ちょっとあれなんですよ。お客さんが来るとなると1時間前から来れば間に合うんですけど。で、あそこトラップ二重対策も兼ねてもう一個池復活させました。もともと死んでた池があって、それを掃除してやったんですけど、あそこは最下流なんで、ヤマタの稚魚最終的にあそこでちょっと大きくなるまでやろうかなと思ってます。でここからね、ヤマトが川流れてくれる部分には問題ないんで、万が一逃げちゃっても全然構わんと思ってます。まあ最終的に全部放流しちゃうんですけど、でまあ2時が逃げても一応トラップ作ってあるんで、まあ逃げないですけどね、この状態なんで。まあ一回も今まで逃げたことはないんで、アウトレットはね、たまに見てやんないと行かないですね。ということでね、やっと何回かそのトラウトマンたちにたくさんお客さん来てもらって、団体で入ってもらった時にドカッと買って、また大会があった時にドカッと買わせてもらって、愛知県のカリプソさんなんかにもお世話になったんですけど、あのその度に、まあ、そのとりあえず1000匹目指してやりましょうってことで、最終的にね1200匹ぐらいになったのかなぐらいまで行って、そんなにあの持ち帰りの方も少なかったんで、まあ、OKOK なんですけど、だん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 貯めていって、まあ、最終的に2トンぐらいまで目指して今年はやっていこうと思ったんですけど、多分700匹ぐらい行かれちゃったんで、今300匹ぐらいしか残ってないと思います。なので、ゴールデンウィークで餌釣りで多少儲かったお金を全部トラポンにフルベットしていきたいと思います。あともしまあ団体さんでトラポン使ってあげるよっていうことでしたら、まあその時の、入場料も全部魚にぶち込んでいきたいと思っておりますので、ぜひいらしてください。ノーリーシャンディでございます、おとといなんですけども、ウを舐めておりまして、まだ氷が溶けてまだ寒かったんで、まだウは来ないだろうと思ってたんですけど、やられてしまいました。やっと貯めて、まあもう何回も何回も放流して貯めてきた、トラポンですね。トラポン海田高原、1000匹目指してやってきて1000匹超えてたんですね。それがですね、結構スカスカになってしまいまして、多分700匹から800匹ぐらいはやられちゃったんじゃないかなと思います。しかもまあそんなに鵜の数多くないと思うんですよ。まあ 2,3 匹をこの間見ただけなので、まあ、そいつらがまあ1日だいたい 500g から多いと 1kg とか食うのかな、分かんないですけど、それが3匹ずつで、500-600g、食べていったとしても、そうですね、まあ、10日ぐらい経つととんでもない数になるんで、まあ舐めてました。もっと早くからねロープとか貼っとけばよかったですけど、もう冬の間中ずっと貼っとかなきゃいけなかったですね。まだそうですね、木曽福島の本流の方にはいるけど、海田高原までは上がってこないだろうと高をくくっておりました。今日やっていくのが鵜の飛行経路。あいつらですね、だいたいそうだな、25メートルから50メートルぐらい滑走路、低空飛行でブワーッと行くんで、初め
25メーターぐらい低空のところ、池からのですね、行くところに、テグスをですね張りまくろうと思います。こちらの重りを使っていろんな、あんまり低くやるとアングラーの邪魔になってしまうんで、ちょっと離れたところでテグスを張りまくって、届かないところはドローンでやっちゃおうかなと思います。でロープもいいんですけど、ロープ張り巡らしておくと、まあ、見た目も悪いんで、透明のテグスでやっていこうかなと思います。まずここっすね、ここからずっと向こうまで抜けてるじゃないですか、木がなくて。でこの経路でずっと何らかのネットとかスクリーンをやっとかないとダメだぞっていうふうに魚を仕入れさせてもらってる養蚕場のおやつさんに言われてたんですよ。あそこやっとけって。やっぱりこの間ウがいたところで逃げていった方向はあっちだったんですよ、抜けてる方向。木が邪魔になるところは飛んでいけないんで、そこをカバーしなきゃいけなかったのをやってなかったんで、今日はここと向こうに何本もこの重りを飛ばしてテグスを張っていきたいと思います。左右に投げて結ぶしかないですね。見えないかもしれないけど、すごい緩くなっちゃいましたね。ダメっすね。次行きましょう。まあ多少緩くてもいいか。子供たち引っかかんなければ、引っかかんない高さあったら大丈夫。意外とわざとね、がっかりさせようっていうのってむずいっすね。あえて言おうと思ってしたくない時にかかって、よっしゃ、聞いたでしょ、聞いたね。仕掛け2回ですぐなくなっちゃいますね。あそこの飛行経路、アングラーにできるだけ邪魔にならない高さで行ってみよう。今日被害から3日目です。今11時くらいですけれども、やっぱ浮きてます。遠くから見てますけども、あの木と木の隙間分かりますかね。
この真ん中の Y の字になったとこ。いますね。完全に上です。あれだけロープを張ってもまだ来る。ちょっとここに車を止めて見に行きたいと思います。今日はちょっと脅さずにどういう行動するのか観察してみたい。あ、完全に泳いでる。完全に潜ってる。今潜り中です。あ、出た出た。インデッドがっつりいってる。うわ、飛んでった。かわして飛んでった。やられましたね。あんだけ手く座ってて余裕っすね。あいつらにとってこのロープは。こんだけジグザグ線張ってて。ここさっきあいつがいたとこですね。白いやつがついてます。今あっちにタカ1匹、こっちにタカ1匹用意しましたけど、これで多少牽制になるのか慣れてしまうのか。このロープ、トラロープ全然意味なかったですね。もっとギャンギャン張れば意味あるのかもしれないですけど、結構意味なかったです。はい、今から餌をやって生存確認をしたいと思います。インネット、魚ちょっと集まってきましたね。結構頑張って来てくれてるやつがいます。結構でかいやつは残ってます。たくさん。そうっすね、だいたい35以上のやつは生きてますね。いるいるいる、いますね。あー、結構残ってたわ。よかった。まあ、ウタチもそんな一気に食えるわけじゃねえな。アルビノだけかと思いましたけど、結構います。ウジョウジョ、よかった。あまり固まるとまた海やられちゃうけど。